皆さんこんにちは、ポジティブストレッチの八木です。橋口です。本日のストレッチは、なんとここで今緊急速報がありました。なんと下半身太りに効く内転筋のストレッチが発表されたようです。一度そちらの現場に行ってみましょう。では橋口さん、お願いします。はい。では現場の橋口さん。ヒューリー、ヒューリー。あ、それここら辺でいいですか？もっと後ろですね。じゃあここら辺でいいですかね。でさらに今橋口さんから見てもうちょっと左にお願いします。はい。ベストポジションです。ありがとうございます。今現場の状況はどうですか？いや、誰もいないみたいなんで僕がやります。ありがとうございます。では早速内転筋のストレッチ始めていきましょうか。はい、はい、では足の裏同士を合わせてまず準備をしてください。ちなみに硬い人だともうこれで伸びてしまいます。でも伸びない人の場合はこの状態で股にかかとを近づけていきましょう。それでも伸びない場合は膝を落とします。でさらにここで前屈を入れることによって、そうですね、この状態で負荷が強くなります。完璧ですね。はい、それではスタジオに戻します。橋口さん、ストレッチはどうでしたか？あれで美脚もゲットできるんじゃないですか？はい、誰でもできるので簡単かなと思います。では以上、ポジティブストレッチのポジティブニュースでした。今行けてはこちら、名古屋駅前店はこちら、栄店はこちら、皆さんお待ちしてます。